ナンバーアンダーライン愛一周年イベント大公開。ナンバーアンダーラインアイ u n o 対決。白熱のカードバトルにファンも熱狂。意外な展開に大爆笑。ペンギントラップでメンバーの意外な一面が明らかに。ナンバーアンダーライン愛の結成一周年を迎えたこの瞬間、多くのファンにとって感慨深い出来事となっています。結成当初から、彼らは一瞬一瞬を大切にし、 共に歩んできた日々が、まるで宝石のように輝いています。1年という短い時間の中で、3人のメンバーが積み重ねた経験、挑戦、そして友情は、ファンにとっても特別な意味を持ち続けています。これまでの道のりには、笑顔と涙、喜びと試練がありましたが、それら全てがナンバーアンダーライン愛の成長を促し、彼らの絆を深めました。特に 1>, 1周年記念のイベントで見られた3人の笑顔と無邪気な姿は、ファンにとってまさに温かく心を癒すものでした。そのイベントでは、メンバーがさまざまなゲームを楽しみながら、まるで子供に戻ったかのように笑い合う姿が印象的でした。彼らは、ペンギントラップや UNO といった、シンプルながらもファンと共有できる親しみやすいゲームを選びました。この選択自体が、 彼らの素直さとファンとの距離の近さを象徴しています。特に、翔くんが岸くんをからかうように押してきたシーンでは、ファンの間で笑いが広がりました。翔くんはその瞬間、無邪気でやんちゃな一面を見せつつ、同時に岸くんとの深い信頼関係が垣間見えました。このような些細なやりとりは、日常の中で培われた彼らの絆を感じさせ、ファンにとっても特別な瞬間となりました。まず、 ペンギントラップは、氷のブロックをハンマーで叩いて崩しながら、中央に立つペンギンを落とさないようにするバランスゲームです。このゲームは一見、子供の遊びのように見えますが、緊張感が漂う瞬間もあり、どのブロックを壊すかで戦略が必要なところが大人も熱中するポイントです。イベントの中で、3人がこのゲームに夢中になる様子はまさに微笑ましく、 まるで普段のリハーサルや収録の合間に楽しく遊んでいる姿をそのまま映し出したようでした。特に、氷のブロックが崩れる瞬間には、メンバーそれぞれのリアクションが異なり、それがファンにとって非常に面白い瞬間となりました。岸くんは、慎重にブロックを選びつつも、緊張して少し手が震える場面がありました。それに対して、翔くんは、あまり深く考えずに大胆にハンマーを振るうタイプで、 時には無邪気に笑いながら仲間をからかう一面も見せました。翔くんが、押してくる、と冗談半分で岸くんに言った瞬間、笑い声が弾け、ファンもその無邪気さに心を温められました。特に彼が岸くんにちょっかいを出しながら、ちょっと押すよ、といった軽いジョクを飛ばした場面では、2人の間に流れる和やかな空気が伝わり、ファンも自然と笑顔になったことでしょう。そして、その後には、UNO という。 世界中で人気のカードゲームをプレイしました。UNO は、カードを順番に出しながら色や数字を揃え、早く手持ちのカードをなくすことを競うゲームですが、意外と駆け引きが重要な戦略性のあるゲームでもあります。イベントでは、3人が勝ち負けにこだわらず、純粋に楽しんでいる姿が見受けられました。時には、お互いに、リバースや、ドローフォーを仕掛け合いながら、勝負が白熱する場面もありましたが、 最終的には誰が勝ってもみんなが大笑いして終わる、そんな和やかな空気が流れていました。翔くんは遊園王で特に楽しそうで、途中で岸くんに、押してくる、という言葉を再び口にし、冗談交じりに仕掛けていました。岸くんは、その度に驚いたり焦ったりしながらも、結局は大笑いして楽しむ様子が印象的でした。このやりとりからは、彼らの深い友情や信頼関係が垣間見え、 まるで兄弟のように親密で自然体の関係性が伝わってきました。さらに、その中で面白かったのは、サンラータンの話題が飛び出した瞬間でした。UNO のゲームが進行中にもかかわらず、なぜかサンラータンさんらつゆの話題が出てきて、メンバー全員が笑いをこらえきれない場面がありました。サンラータンメンと言い間違えるシーンでは、誰もその間違いを指摘せず、むしろそのまま話が進んでいくという、 ままさに自然体の笑いが生まれたた瞬間でしたこうした何気ないやり取りがメンバー同士の心地よいリズムを感じさせファンにとってもほっこりする場面となりましたこのゲームセッション全体を通じてファンが感じたのはナンバーアンダーラインアイのメンバーが単にアイドルとしての役割を演じているのではなくプライベートでも同じように楽しんでいるだろうという彼らの元の一面が垣間見えることでした特に勝ち負けにこだわらず ただ一緒に時間を過ごし、笑い合うことに重きを置いている姿は、彼らがいかに強い絆で結ばれているかを示していました。ファンの中には、一年前の結成発表を見て胸が高鳴った記憶が鮮明に残っている人も多いでしょう。あの日、三人が集まり、新しいスタートを切ったことは、多くの期待と希望を抱かせました。そして、その期待は決して裏切られることなく、 彼らはこの一年で驚くほどの成長を遂げ、数多くの素晴らしい瞬間をファンと共有してきました。日々の活動の中で見せる彼らの努力と情熱は、ファン一人一人に深い感動を与え続けています。また、この一年を通してナンバーアンダーライン愛がファンに与えてきた影響は計り知れません。毎朝、車の中で彼らの声を聞くと自然と笑顔になるというファンの声も多く、 そのの存在が日常に欠かせなないいものととっていることは明白です彼らの音楽やパフォーマンスだけでなく、その人柄や真摯な姿勢が、ファンとの強い絆を築いてきました。何よりも、その笑顔と優しさは、ファンにとって大きな励みとなり、忙しい日々の中で癒しと安らぎをもたらしてくれています。この1年は、ナンバーアンダーライン愛にとってだけでなく、 彼らを支えてきたスタッフや関係者にとっても大切な時間だったことでしょう。3人が築き上げてきた成功は、彼ら自身の努力の結果であると同時に、多くの人々のサポートによって成り立っています。スタッフたちは、彼らの夢を実現させるために日夜努力を惜しまず、その結果としてファンに最高のパフォーマンスを届けることができたのです。その裏には、数えきれないほどの試行錯誤や挑戦があったことでしょうが、 それが今日の輝かしい1周年を迎える原動力となりました。振り返ってみると、ナンバーアンダーラインイの結成当初から今日まで、彼らが経験してきた出来事は決して平坦な道のりではなかったかもしれません。新しいグループとしてのスタートには、当然ながら多くのプレッシャーや期待が伴いました。ファンの目は常に彼らに向けられ、その期待に応えるために彼らは全力を尽くしてきました。しかし、 その努力は確実に実を結び、今では彼らの存在が多くの人々にとって欠かせないものとなっています。そして、彼らの成長はまだまだこれからです。ファンにとっては、これからのナンバーアンダーライン愛の未来がどのように展開していくのか、ますます期待が高まることでしょう。彼らがどんな新しい音楽やパフォーマンスを見せてくれるのか、どのような新しい挑戦に取り組んでいくのか、すべてが楽しみで仕方ありません。 彼らの笑顔とエネルギーが、これからも多くの人々を幸せにし続けることは間違いありません。一周年という節目は、彼らにとって一つの区切りであり、新たなスタートでもあります。これからの一年、二年、そしてそれ以上の未来に向けて、彼らはさらに飛躍していくことでしょう。その中で、ファンとの絆はさらに強くなり、共に歩む道のりはますます充実したものになっていくはずです。 ファンの支えを背に、彼らはこれからも新しい世界を切り開いていくことでしょう。ファンとしては、彼らがどんな困難に直面しても、常に支え続けたいという思いが強いことでしょう。ナンバーアンダーライン愛のメンバーが努力し続ける限り、ファンはその努力を見守り、応援し続けます。彼らが成長し、成功する姿を一緒に見届けることができる喜びは、何者にも代えがたいものです。そして、 これからも彼らの音楽やパフォーマンスが多くの人々に感動と喜びを届け続けることを願っています。この1周年記念のイベントを通じて改めて感じるのは彼らがただのエンターテイナーではなくファンにとっての家族のような存在であるということです。彼らの存在は時に励ましとなり時に安らぎとなり日常の中で常に寄り添ってくれる存在です。そのような特別な関係を築けることは 非常に幸せなことです。そして、その幸せは、これからも続いていくことでしょう。最後に、ナンバーアンダーライン愛のメンバーに向けて、ファン一人一人からの感謝の気持ちが溢れています。この一年、彼らは常にファンのことを考え、楽しませるために全力を尽くしてきました。その努力に対して、ファンからの感謝は尽きることがありません。これからも変わらず、 彼らの笑顔と音楽に励まされ、共に歩んでいくことを願っています。ナンバーアンダーライン愛の未来は、これからも輝き続けるでしょう。その光が、ファンと共に歩む道を明るく照らし、さらなる感動と喜びをもたらしてくれることを心から期待しています。ファンとしては、これからも彼らを全力で応援し続けることを約束し、その歩みに寄り添い続けます。